ってことは甘いの？甘いホヤなどと声が寄せられているという。確かにホヤ食べたことあるけど味覚えてないな。覚えてないですか。ナマコはなんとなくこうなんだっけ、酢で酢醤油で食べるからコリコリした感じがありますけど、ホヤってなんかほら塩辛みたくして食うのあるよね、ホヤの。それは食べたことはあるけど、まあ珍味としてね食したことがありますけど、まあこれも酒のあてということでしょうけど、ね、まあ、まさかこれが飴になるとはびっくりですね、これはね。さあ次、高見大変です。昨年65周年を迎えた映画ゴジラ、今年66周年、で僕も66周年迎えているわけですけど、スタッフにすっかり忘れされているバースデー、失われたバースデーを求めている高見ですけども、こう全という、ね、ブランドと、共有前のジーンズ融合させたコラボジーンズが話題という、クオリティの高い絵柄を1本ずつ手で描いているジーンズってことは1つずつ違うってことなのか。この全のジーンズは日本一のデニムの名産地である岡山、あ、岡山が日本一のデニムの名産地なんだ。そうです。それは知らなかった。岡山で製作されて、オリジナルジーンズに京都着物友禅の熟練の絵師がクオリティの高い絵柄を1本ずつ手で描いている。量産が難しい商品であるため、筆の強弱で1点ずつ商品のタッチが微妙に変わると。なるほどね。これは高いでしょうね。